究極のカードバトルエンターテインメント、バトスピエクストリームリーグ。前回ファーストシーズン7月の戦い第2試合では、続けて正解をバルシャルクでアタックします。はい、アタック時効果で手札手元の青い貝が使えずに1点リザーブ。はい、ではこちらフラッシュはさあ、もうブロッカーもいない、しかしスピリットがいるので回復はする。回復できるので回復します。いやすごい、これはもう一度続けてアタックして、さあこれはライフの効果1個リザーブに。はい、さあ決まりました。ありがとうございました。チームガーディアン小川が勝利し、続く第3試合ではいますよ、あれはアルティミックシールド、アルティミックシールド。いや、しかしダブルシンボルですので、あーダメか、このバトルです。あー決まってしまった。チームエイジス、マスオが勝利。そして第4試合は互いに初戦を制したこの2人、チームカードボックス、シュン VS チームガーディアン、小川翔平。先攻青のガーディアン小川翔平、後攻チームカードボックス、シュンさんです。ゲートオープン、開放。ではお願いします。先行いただきます。はい、スタートステップ、コアステップなしで、ついにガーディアンチーム1勝をもぎ取った小川さん、はい、今のところ全勝中のカードボックスチーム。メインステップに入ります。強いですね。はい、もう小川さんも行動はめちゃめちゃ、はい、そう行動ですからね。はい、行動の動きは熟知してる。では、B な同盟のカードなので、コアチャージを行います。B ながら行けました。新しく使い2枚目カーティス、3枚目アクション貿易。では対象カードが2枚なので2コア。そして新しき世界は転生カードなので手札に。そして、ビーナの効果でこのネクサスのコアチャージでトラッシュに置かれた、転生カード1枚手札に加えるので新しき世界を手札に加えます。はい、序盤でどれぐらい展開できるか、時間かけちゃうとやっぱりコート届かなくなると思うんで。確かに。では、3コストで新しき世界を配置します。はい、対象カードを配置したのでビーナにコアチャージ。そして、バーストを1枚セットして、これでエンドステップ短縮です。頼まれます。スタートステップ、コアステップ、ドローステップ。さあ序盤の動きはどうか。2コスト、グランオーカーリリアを配置します。コアチャージ3枚を対象3枚3コア乗せます。で、全てトラッシュ。はい、3コスト1軽減2コスト、転生12球、まあ、聖人したいゴールを召喚します。体調が出たのでコアチャージ。召喚時効果、自分のデッキの上から1枚オープンします。こうなると青の世界が早く欲しい。そのカードが系統行動を持っていれば手札に加えられます。はい、じゃあ手札に加えます。はい、このまま短縮をします。はい、なるほど。ターンいただきます。ではセフィロシープがあるのかな。コアステップでは、ビーダのレベル2のグランフィールドの効果で期限を持つカードを召喚配置使用するときに軽減シンボル1つを満たしたものとして扱うので、1つ満たして大開門を3コスト1軽減2コストで配置します。はい、配置したのでコアチャージ。了解しました。さあ大開門、後続続かないか。これでアタック失敗で何もせずにエンドステップ短縮。ちょっと弱い動き。ステップ、ステップ。どんどん行動が有利になっていくと思います。1コスト。行動送信アポロン配置します。うん、アポロンも。コアチャージの効果で3枚トラッシュ。1枚、2枚、3。行動のコスト3以上が2枚なので2コアチャージします。はい、3コスト1軽減2コスト。転生12球、高精機バージニアを召喚。最初が出たのでコアチャージ。はい、さあバージニアレベル2にして3枚オープンします。これでネクサスバーストの効果を受けなくなりました。うん、強いジェミナイズ10手札に加えて、はい、これはデッキのレオ10が上で、デッキの上に、レオ10が上でデッキの上に。さあバーストを発動するか考えている。一応バーストを開いておきます。お、はい、
横をクランイーグル。相手のスペース自体を重機動させるんですが、まあ、特に効果は受けないのでそのまま召喚まで。召喚。召喚。なるほど。で召喚したのでビーナにコアチャージ。はい。緑のシンボルが欲しかったんでしょうね。3コスト2軽減1コスト転生12球、まあ、聖人したいゴリルを召喚します。召喚したのでコアチャージ。召喚時効果星読み1枚オープン。行動なので手札に加えて、はい、これから1個リザーブ。リザーブです、はい、こちらこれでターンしましょう。で、はい、ではターンいただきます。ターンを返しました。ワンステップ、ビーナの効果で、軽減を一つ満たしたものとして扱って青と緑ゼロコストで温かい世界をします。フル軽減ですね。満たしたのでビーナにコーチャージ。はい、アタックするべきかどうか。でもこれでアタックセップ入って何もせずにエンドセカンド。やはりそうですね。スタートリスクの方が大きいですね今は。6コスト3軽減、3コストで魔導装置のジェミナイズ点を召喚します。さあこれでもうレオ点までいけますが、召喚したのでコアチャージ。大開門があるので連続アタックも果たしてどこまでっていうところでしょうか。召喚時効果使用します。手札にある、行動を持つスピリットカードかブレイブカード1枚をコストを支払わずに召喚できます。四季龍神ストライクブルームレオ点を召喚、はい、したのでコアチャージします。出てきましたよ。ジェミナイズ10をレベル上げて正解法を使用します。当然ここは正解法ですね。ターン2回、自分の6色のグランオーカーネクサスのコア2個を自分のスピリットに置くことでこのターンの間自分のマジックの効果発揮後にもう一度その効果を発揮できるようにします。はい、ではサジタリアスドローを使用します。メインの効果、デッキから2枚引きます。はい、手札を増やす方向で、その後デッキから4枚オープン。じっくりいくということですね。その中にあるグランオーカーナ1枚引きます。残りはこの順番でデッキの下に送ります。はい、さらにジェミナイズ10の、解放の効果が使用されているのでもう一度サジテリアスドローのメイン効果を使用します。2枚ドロー、はい、4枚オープン。対象ないので、じゃあこの順番でデッキの下に送ります。はい、デッキの下に送ったカードの順番もちゃんと覚えてるんですね。しゅんさんさすがですね。すごい。ファーストセットします。はい、おそらくこのターンはもうアタックせずにターン返して次のターンじっくりとっていう予定のレベルを。なるほど。今アタックできないですからねこの状態。そうですね。これで短縮します。はい、ではいただきます。スタートステップ、コアステップ。いやこれはしんどいね声が漏れてしまう。これでアタックステップ入って何もせずにエンドステップ。あー、短縮しましたね。スタートステップ。さあ防御札がなければこれで終わってしまいますが、ドローステップ。グランオーカーダウンを配置します。配置3枚取らして、はい、ジェミナイズダン、対象は2枚なので2個置いて全て行動を持っているので手札に変えます。はい、4個置いてアタックステップ終了させないという盤石な体制も整えたいでしょうね。ジェミナイズ10の解放を使用します。ターン2回、特色のグランオーカーのネクサスを自分のスピリットに置くことでこのターンの間自分のマジックの効果使用後にその効果をもう一度発揮します。はい、転生12球セフィロシーの召喚。コスト3以上の行動なのでコアチャージ。召喚時効果発揮します。ボイドからコア1個このスピリットに置き、さらに、このスピリット以外の系統行動を持つ自分のスピリット一体に1コア置きます。はい、レオ10のレベル上げます。レベル3効果で系統行動を持つスピリット全てに白のシンボル1つを追加します。はい、4コスト3軽減1コストでキャンサーシェル、2枚メイン効果使用します。自分のデッキから2枚オープン。その中の系統行動を持つカード1枚手札に変えるのでセフィロシーで手札に変えます。はい、さらにジェミナイズ10の解放の効果でマジックの効果をもう一度使用できるので、2枚オープンします。はい、さすがレオスギデオと。じゃあストライクブルームレオ10を手札に加え、
はい、残りが秋。これ手札がどうなる。そうですね。転生12球。中性獣、セフィロシ。3コスト1軽減でしょうか。はい。召喚によりコアチャージ。コアチャージ。さらに、先ほどと同じでコア1個のスピリットに置き、その他の系統コードを持つスピリット。はい。コアブーストします。魔導送信ジェミナイズ点召喚します。6コスト3軽減の3コスト、うん、召喚時効果でコアチャージと、自分の手札にある系統コードを持つスピリットカード1枚をコスト支払わずに召喚できるので、さらに地球人ストライクブレオリオ点を召喚します。なるほど、ちょっと盤石の体制を整えると、ジェミナイズの正解法を使用します。はい、さあ、コアこれで足りていますね。ありましたね。コアを自分のスピリットに置けます。はい、と、じゃあ3コスト1軽減2コストで転生12球、はい、構成機バージョンを召喚します。はい、で、コスト3以上の行動が出たのでコアチャージ、召喚時効果デッキから3枚オープンします。その中の系統行動も使うと1枚を手札に加えるので、うん、行動送信アポロンを手札に加え、はい、残りは、デッキの下へ送ります。はい、さあ、アタック仕掛けるのか。これでターンを終了します。はい、ではアタックしない。終了。スタートステップ、盤石の体勢を整えるということですね。それでは、3コスト1軽減2コスト支払ってゴッドシーカーロロドラを召喚します。はい、召喚したのでコアチャージ。はい、で、ゴッドシーカーロロドラの召喚時効果を使用します。はい、自分のデッキを上から3枚オープンして、その中の、ホローのグランウォーカーロロ1枚と転生カード、青のカード引けたとしてもカード名に同系類を含むカード1枚を手札に変えます。残ったカードは破棄。では3枚オープンします。1枚目、よいしょ、遅かった。2枚目、命の果実原種。3枚目、クロノドラゴン。うーん、君たちのどれかがもう少し早く来てくれてたら、うん、トラッシュにコア何個ありますか。トラッシュは12コアあります。12コア、ほう、12コア12コア。青の世界を回収します。残ったカードは破棄。分かりました。で、バースト止まれば大丈夫です。はい、3コスと2軽減1コストで青の世界を配置します。はい、で、配置したときに、そう、配置このグラ相手のグランウォーカーアンネクサス全てのコアをボイドに置きます。全てボイドで、はい、これがもう少し早く来ていればアタックに行けたんですが、まあ、先ほどトラッシュのコア計算してたのはこういうこともあるんですけども、レオの効果はリザーブのコアを乗せることでも可能なんですよね。グランウォーカーから2個取るか、リザーブから2個置けば回復すると。うん、あ、本当だ。これでアタックステップに入って、はい、アタックせずに短縮です。ターンもらいます。スタートステップ。さあ、もうターンを返すしかなかった。2コスト、グランウォーカーダウン配置。1コストで行動送信アポロンを配置します。うん、いっぱい配置していきましたね。コスト2軽減1コストで、転生12級魔聖人の死体ゴールを召喚。はい、コスト3以上の行動が出たので全てにコアチャージします。余裕でリカバリーしそうですね。召喚時星読み効果で1枚オープン。行動を持つカードなので回収して、相手のスピリットのコア1個リザーブに置けるので緑のやつから1個リザーブ、はい、じゃあクラウンイーグルから1個リザーブ。ジミナイズのレベルを上げます。ジェミナイズの正解法、ポロンからコアを取って、このターンの間マジックの効果を2回使用できるようにします。さらにジェミナイズもう1体の効果を使用して2コアを置きます。4コアブーストですね。3コスト6コスト3軽減3コストで魔活邪神シュタインボルグ点を召喚。コアチャージ。そんなにを回収するか。召喚時効果使用します。
自分のサラシにある系統行動を持つカード1枚を手札に変えるので転生12級構成機マージキン手札に変えます。はい、3コスト1軽減2コストマージニアの召喚コアチャージ召喚。一応リブラゴレムも探してみようかな。その中にある系統行動を持つカード1枚手札に変えるので天秤増進リブラゴレム10を手札に変えます。はい、残ったカードは、じゃあキャンサーシェルを上にしてデッキの上にお願いします。キャンサーシェルが上。あ、はい、キャンサーシェルが上ですね。はい、8コスト3軽減5コスト、天秤増進リブラゴレム10を召喚します。コアチャージ、行動スピリットが9体、今8体、7体で、デッキを14枚吐き天秤増進リブラゴレム10でアタックします。はい、シュタインボルグ10の正解法を使用します。ニコアをリブラゴレムに置くことで系統行動を持つスピリットがアタックしたときに相手のスピリットのバイコリザーを抜く、さらに6色のグランオーカネクサスのコア2個をこのスピリット自分のスピリットに置くことでこのターンの間この効果とライフからヒルコア全てがトラッシュに置かれるようになるので、じゃあリザーブを変換してグラウンドイーグルから1個はトラッシュで最高トラッシュ、さらにリブラゴレム10の正解法を一応使用します。系統行動を持つ自分のスピリット1体につき相手のデッキの上から2枚吐きします。でさらに、自分の6色のグランオーカネクサスのコア1個を自分のスピリットに置くことでこのターンの間このスピリットのアタックではライフが減らせなくなります。じゃあ先に1コア置いて、じゃあさあそして14枚吐き、7体いるので14枚吐きでお願いします。レベル3のアタック時効果でこのスピリットの効果で相手のデッキからスピリットカードが破棄されたときに、はい、このスピリットは回復します。はい、でフラッシュがあればどうぞ。こちらフラッシュはないです。こちらのフラッシュはない。フラッシュはなかった、はい、では欲をクラウンイーグルでブロックします。はい、フラッシュあれば欲後のフラッシュ特にありません。こちらもないので EP1 万2000円なので破壊されます。破壊されて、はい、続けます、はい、これもう一度だ。そうですね、シュタインボルグの解放の効果を使用します。ニコアをレオテンとバージニアに置いて1コアトラッシュでお願いします。はい、さらに正解法で、14枚1コアレオテンに置いて、14枚破棄でお願いします。はい、強いですね。11枚ですね。スピットがあったので回復します。はい、フラッシュはありません。こちらもなしでライフで、じゃあこれで楽しみましょう。はい、ではそのステップデッキがないのでありがとうございました。ありがとうございました。さあシュウさんおめでとうございます。ありがとうございます。いやまたちょっとデッキ破棄での勝利ということで、はい、これでカードボックスが5連勝なんですね。素晴らしい全勝中ですね。はい、いや素晴らしいですね。まあなんか整うまではもうアタックせずにっていう感じだったんですね。そうですね、大開門があったせいで殴りづらくて、うん、そうですよね、まあ、殴らずに大開門の効果を受けない唯一のリブラゴレムだけで最後決めようかなって思ったんで、とりあえず整えてと、うん、はい、いうことだったんですね。そして小川さん、はい、いやなんか厳しそうでしたね手札が。そうですね、ずっとちょっとまあ良くなくて、あとまあ本当にもっと早く青の世界が来てくれればっていう感じでしたね。相手の行動はいかがでしたか。いや普通に強かったです。はい、次回ドラゴンスター元気 VS 青のガーディアン小川翔平、試験の天元をレベル1で召喚します。系統アマハラを持つ自分のグランオーカーネクサス全てに系統期限を与えるということで、もう期限を持っていないネクサス破壊されてしまうんですが、それを守るためのカードですね。導きの少女ビーナを配置します。ホットシェカリウムコンスムを召喚します。グランテラスとアマテラスを手札に加えて
残ったカードはこの順番でできました。はい、ワーストを開いておきます。はい、6をクラウンに行く。相手のスピリット2体を重評させる。果たして一進一退の攻防を制すのは。そして最終バトル、カードボックス、シュン VS エイジス3、マスオコウスケ。転生12級、魔星人シュタインゴイルを召喚します。なるほど、はい。行動送信アポロン、はい、配置します。高津女子シュタインゴルベテンを召喚します。はい、もうやりたいことめっちゃいいです。いや、やっぱ流れに乗るとすごいですね。うん、2連勝し勢いに乗るシュン。しかしここでバースト、バースト、はい、はい、リベルディベルディ、はい、シュタインゴイル10をデッキしたい。で、これができる。で、こちら、はい、デッキの上。果たしてシュンは3連勝することはできるのか。バトスピニュース、プレミアムバンダイにてバトルスピリッツコラボスターター対決ベリアル軍団が予約受付中です。さあ、こちらはですね、強力なウルトラ怪獣デッキとグッズがセットになったコラボスターターです。ウルトラマンベリアル、ペダニウム Z などの新規カードだけでなくね、ウルトラマンデッキを強化できる差し替えカードも収録していますと。はい、差し替えカードプラスベリアル軍団ですか。お、ベリアル軍団ご存知ですか。ご存知も何も何をおっしゃるんですか。待ってたと言っても過言ではないですからね。待っていたと、待っていたらしい。めちゃめちゃ気になりますよ、はい、ベリアル軍団。さあ、さらにさらにですよ、特製のスリーブやストレージボックスもセットとなっており、すぐにねバトルが可能な、ね、品物になっておりますよ。もうちゃんなんか気になるようなところあります。かっこいいデザイン行きたいですね。あ、やっぱ女の子デザインがね、いいですね、やっぱりね、デザインやっぱ気になりますよね。気になりますからね。ハンモタンのウルトラマンのデザインめちゃめちゃかっこいいですからね。そうなんですよね。バトルスピリッツコラボスターター対決ベリアル軍団は、すぐに遊べるデッキにコアやスリーブ、ストレージボックスがついて、お値段なんとですね、税込み3850円です。2020年7月27日までプレミアムバンダイで予約受付中です。皆さんぜひゲットしてくださいね。バトルスピリッツ転生編第2章アメージングインパクトが8月29日土曜日に発売予定です。はい、やったー。さあ、アメージングインパクトには転生編の新規のカードが収録されるのはもちろん、8月末配信予定のアニメ革命のガレットに登場するカードを収録。さらにボックス購入特典にはアニメのキービジュアルを使用したスリーブがついてきます。そして次世代デジタルカードゲームゼノンザードとのコラボカードが収録されるという盛りだくさんな超豪華なブースターとなっております。本日はアメージングインパクトで新たに登場するグランウォーカーラクシュミーと、そのゴッドスピリットである WBS エース吉祥女神ローカマータをご紹介します。ややこしいですね。それがこちらです。はい、じゃじゃん。はい、まずはこちらラクシュミー、そして、じゃじゃん。はい、これがローカマーター、はい、グランウォーカー。まずね、ラクシュミーは闘神でコアチャージするインディーダのグランウォーカーです。うん、もちろんインディーダの特徴であるグランフォーゼを使うことが可能で、グランフォーゼをした時はアタック時に青属性らしい手札をね入れ替える効果を発揮することができますと。うん、そしてそんなラクシュミーのゴッドスピリットである WBS エース吉祥女神ローカマーターは、ラクシュミーや特定のスピリットの手札を入れ替える効果でカードを破棄するときにですね、コストを6として召喚することができるカードとなっております。ということはこれ6軽減して6だから0コストで召喚することも可能であると。マジですかいな。はい、その特定のスピリットというのがね、WBS というカードが含まれているスピリットなんですけどね。はー、WBS って何でしょうね。これ何なんですかね。WBS、振り方も WBS なんで分かんないですよね。まあ、先ほど予想したらワールドビジネスなんたらじゃないかってじゃないのかな。まあ、ローカマータのねこのイラストをね見ると、女子プロレスラーですかねこれ。あー、確かにぽいですよね。なんか結構ムキムキな女性ですもんね。なんかだからプロレスの団体みたいな。なるほどね。そういう集まりなんじゃないでしょうかという予想を勝手にしますけど。なるほど、それが WBS なんですね。そう、だから闘神というイメージにはぴったしありますよね。ぴったしですね。プロレスラー、女子プロレスラーということで。はい。他の効果はというとですね、スピリットを破壊したりブロックされなかったり、挙句に自分のカウント1につき青のシンボル1つを追加する効果を持っていたりと、フィニッシュ力モリモリとなっておりますよ。どうですか、青使いの青のガーディアン小川さん。これだって、まあ、効果ももちろん強いですよ。はい、手札を入れ替えて後続を出して、はい、何よりもね、見てください、美しい、最高。
これを待ってたんですよ。女性キャラに弱い使います。はい、等身デッキ好きの皆さんにね、ぜひゲットして遊んでいただきたいですね。バトルスピリッツ転生編第2章アメージングインパクトはブースターパック9枚入り税別270円、自販機ブースター6枚入り税込み200円です。いよいよ来週はですね、ゼロンザードとのコラボカードの詳細をね公開していきますので、皆さんどうぞお楽しみに。